私がその男と出会ったのは中東のとある町だった。かつては栄えていただろうその町は戦場になっていた。民兵と民間軍事請負企業の兵士の不毛な戦い。今や戦争は商品であり巨大な資本が動く市場だった。その戦場でただ一人己のために戦う男がいた。それは一人の年老いた兵士、ソリッド・スネイク。かつて世界を救った英雄、そして世界を破壊した犯罪者と言われる男。老兵士は戦いに疲れ果てていた。それでもなお彼は銃を取る。全ては自らの呪われた血を断つため、食材の思いとともに。老兵士ソリッド・スネイ、その秘められた